こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、あなたの困ったを解決しますということでお送りさせていただきます。この動画実はですね、私が前々からね、多くの方にお話しておきたいなと思ってた動画になるんですよね。身の回りの困ったこと、主にですね、不用品回収が軸になるんですけども、皆さんお困りじゃないですか。結構不用品の中にはどう処理していいのかわからないとかね、誰に相談したいのかわからないってものがあると思うんですよ。特に一戸建てでお住まいの方とか、引っ越しをされる時とかね、それとか今相続の時とか、あとね、ちょっとここではまりにくいんですけども、一人でお住まいになってるご高齢の方が施設に入っちゃったとかね、お亡くなりになっちゃったっていう時のその空き家の片付けとかですね、そういったものにいろいろと特化した方のことを紹介したいなと思うんですよ。実は今すごく全国でニーズが増えてまして、こんな時どうすればいいんだろうと、このゴミはどうすればいいんだろう、この廃品回収はどこにお願いすればいいのかなってことがね、非常に分かりにくいことと、あとは行政にお願いしようと思っても回収の日が決まっていて、その日までまとめて出さないといけないんですよね。このまとめて出すっていう作業がものすごく重労働なんですよ。ですので今回私がお勧めするのは、手つかずでお願いするだけで、もうあとはね、やっといてくれって丸投げするだけで、トラックで来ていただいて、スタッフさんがね、2人とか、場合によっては3人とかで、一切合切片付けてくれるって形になります。特にね、人に見られたくないゴミとか、それから、これなんですよ、肝心なの。近所の業者さんにお願いしにくいものがあるんですよね。例えばね、多くの方が思われてる中で、地域の業者さんに何でもお願いすると、遠方よりは、出張旅費もかからないし、近くだから安心だしって考えてらっしゃるじゃないですか。もちろんそういったものが大半を占めてるんですけども、逆にですね、遠くの業者さんだからこそ安心してお任せできるとか、近所の方に知られずに済むとか、ね、秘密が担保できるってものもあるんですよ。そういったものもちゃんと大丈夫ですからね。別に犯罪に関わることをやりましょうって進めてるわけじゃないですよ。でも場合によってはね、ちょっと知られたくない廃品ってのも出てくるんですよ、生活してると。知られたくない廃品ね、どういったものがあるのか、それぞれ想像ができる方とできない方いらっしゃると思いますけども、これは人には見せられないゴミだよねっていうのがね、ある場合はそういうのをちゃんとケアしてやってくれますし、そういう場合は地域の業者さんよりもある程度遠方の方の方が、実はなんて言ってみれば後腐れなくていいような感じもあるんですよね。だと心配なのが費用の件なんですけども、この費用につきましても、きちんとね、事前のお見積もりと、ほぼ違わない料金でやってくれますんで、3万かな、4万かなっていうふうに思ってたら、いや、30万ですってことは、これないですからね。もちろん、出張料費はいくらかかりますよって問題もありますので、それは事前に打ち合わせしていただいて、誤解のないように進めていただければ、私も太鼓判を押す業者さんです。それでは、作業風景が14分から15分ほどで送られてきてますので、それをギュッとね、短い時間にまとめてこの後お送りしますので、ちょっとご覧いただいてください。そしてその作業風景の通常版は動画概要欄に URL をつけておきますので、そちらの方をご覧いただくことと、あとはこの業者さんの連絡先、ホームページ、こちらの方も URL をつけておきますので、下の概要欄2つね、こちらの方参考にしてみてください。それでは浩二さん、よろしくお願いします。いってらっしゃい。毎度変わらっか川原です。じゃあ、今日は、奈良県某所から、5の、だから、ここはまっすぐじゃない。5で4票あります。よく見たら、作業を終わります。私は、ダメで、今日、本で、トライトの解決作業をやります。じゃあ、この、皆さん、届けていくと思いますので、よろしくお願いします。データですか、データですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、これ。
変で入れたに変でことですかね。はい、ダンプ回します。はい、これダンプ回します。フロントも押します。よいしょ。もう一度飛んで、今一度、正面行ってみよう。はい。じゃあ、この回転を読んで。しばし。こういう。はい、こう。はい、こう、あと、この回になったので、押しちゃって。中3が使用されてるね、アルバムとかそういう品物ですね。はい、ここマシュマロのことなかったもんね。 OK、 はい、ちょこちょこ早くしながら中ごとしてた小屋をこのように OK、 はい、感じさせていただきました。そして廊下縁側、縁側ですね。はい、縁側もこのように。どがです、どがです、どがです。 YouTube っていうのになるんですよ。だからね、手下の名前とか言えない。だからお母さんもね、映せない。世界、ブラジルまで電話の場合、あれは手下だって書いてある。で、そっちの両方の電話はもちろん、はい、皆さん確認していただいてね。はい、一旦引き渡したら、この手紙が、それは自分で見たいので、確認していただいて、頂戴するときに、これでいいですかと、自分の役に登録はさせていただきますので。はい、いや、この中、建物なんで、確かに、用心の最終まで、今回ね、はい。見ただけだ。どっちから、エアブルグループ加入した。ね、みんなが。はい、これは我々と思うんですけど、そこ、このように、書きます。これは、ミンタヤさんが巻物にするんで、持って帰ります、パレットも。履かんでいいよって言ったけど、結局もう、履き掃除までしてもらう。で、最後のゴミはこれ、乗せて帰るようにします。はい、川原企画、川原浩二でした。ありがとうございます。また、このようなご仕事、もし、あなたの困ったを全て解決させていただきます。日本全国対応させていただきますんで、よかったらメールください。代表、プロモーション、最後になります、この動画が。最後になる？はい。これライブじゃないです、動画です。動画？はい。みんな見てる？あか、切れた。熱もとんね。車に置いとったから。みんな見てる？ちょっと待って。みやちゃん帰ったな。あ、帰らした。はい、はい、OK。はい、お疲れ様です。便利屋ヘラクレス連合責任者の上博之です。今回、皆様の、お力により、難易度の高い、遺産整理、家の建て壊しの前の家電不要品の整理が完了しました。これもひとえに皆様の力のおかげでございます。一人ではどんなに威張っても何もできませんね。こういう時こそ皆様の力があってこその、便利屋ヘラクレスグループですので、今後とも皆様お困りごとね、悩みごとありましたら、ぜひ、当グループにご相談ご依頼の方お願いしておきます。見積もりだけでも構いません。無料でやってますので、
北は北海道から南は九州沖縄まで、間違いなくお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。で私からは以上です。はい、じゃあ、動画に私のメールアドレス貼っときますんで、あなたの困ったオレオレ詐欺対策またストーカー対策等々も対応させていただきます。あなたの困ったぜひ私のメールの方にください。失礼します。川原企画ヘラクレスグループ川原企画川原でした。失礼します。